ピアノソナタ第29番変炉蝶々作品106は、ルートビヒバンベートーベンが作曲した、ピアノソナタ。全員10曲ある四楽章性ピアノソナタの最後を飾る大曲である。ハンマークラビーやハンメルクラビエという通称により、広く親しまれている。第28番のピアノソナタを書き上げてからの、 ベートーベンは、オイカールの真剣争いなど音楽以外のトラブルに頭を悩ませることが多くなっていた。しかし、創作活動が一見停滞したかのように見えた。この時期にも、音楽への情熱は作曲者のうちで結晶化を続け、このソナタや続くミサ・ソレムニスや公共曲第9番として開花していくのである。 この楽曲の作曲に取り掛かったのは1817年11月のことで、翌1818 18年初頭に第二位楽章までが仕上がり、夏季を過ごした、メイトリンクで後半楽章もおおよそ形になっていたものと思われる。1819年3月までには上章を含めて完成しており、同年9月に出版されて、ルドルフ大公に検定された。この曲が、 ハンマークラビーヤと、通称されるのは、ベートーベンが、主体ナーシャへ当てた手紙の中で、作品101以降のピアノソナタに、ピアノフォルテに代わり、ドイツ語表記で、ハンマークラビーヤのための大ソナタと記すように指定した、ことに由来する。ところが、その後、この曲だけが、ハンマークラビーヤと呼び習わされるようになった。なお、この曲の自筆譜は散逸してしまっている。 約38分から45分。原点版のメトロノーム通りに36分台で、弾いた演奏は、ギーゼキングとビッテンバッハの音源がある。ソナタ形式。ベートーベンはこのピアノソナタにのみ、メトロノーム記号を書き入れている。しかし、第一楽章に指定されたという速度は、極めて速く、エトビン・フィッシャーはこれを誤った指示であると断じた。 曲は助走を置かず、第一主題の提示に始まる。第一主題の前段はかつてない壮大さを備えたもので、後段は対照的に穏やかな性格を有している。アンドラシュシフラは曲全体を統一する構成原理として、三度音程、及びその拡大である重度音程の存在を指摘している。フレイ1フレイ2フレイ1が、再び顔を覗かせると八部音符が、 主体の計画となり、滑らかな水位の中で、都庁長の第二主題が出される。フレー3続く、結ビクは、多くの素材を内包する規模の大きなもので、中でも、カンタービレと指定された、フレー4のフレーズはその後も重要な役割を果たす、ことになる。フレー4フレー4が長いトリルを従えて繰り返され、歯切れの良いコデッタで、 定時部を終えると反復記号で定時部冒頭に戻る。定時部の決備を受け継ぎながら開始される展開部は、間もなく、第一主題による四世のフガートとなる。大きく盛り上がると、フレイ4が現れるが、再び現れた、フレイ1によるフガート風の動きに導かれて、再現部へと至る。第一主題に続いて、第二主題も変路町長に再現され、 拡大された結備がクライマックスを形成したところで、フレイ4が挿入されて、コーダへと接続される。フレイ1を元にしたコーダは目まぐるしくダイナミクスを変化させながら進められ、最後は競争で楽章を締めくくる。三部形式。作曲者がピアノ・ソナタのために書いた最後のスケルト楽章である。フレイ5に始まり1オクターブ上で繰り返すと、 さらにフレー語に基づく学説画に改装される。フレー語中間部は英雄公共局の冒頭主題を想起させるフレー6からなり、カノン風に扱われる。フレー6中間部の後に据えられた感想では表紙を2、4拍子に転じてプレストとなり、さらにプレスティッシモによるスケールで広い音域を一気に駆け上がって緊張感を高めるが、3、4拍子に戻って、 フレー語が再現される。終わり近くにに、二拍子となり、プレストでロートをレインしたかと思うと、最後は、元の拍子、テンポに戻って、弱音で、あっさりと楽章を終える。そなた形式。深い内容を称えた、大規模な感情楽章フレー7に示される冒頭の1小説は、1819年4月16日に、作曲者が、 ロンドンで楽譜の印刷を行っていたフェルディナントリースに書簡で依頼して付け足したものである。メトロノームによる速度指定もこの時行われ、第三楽章にはというテンポが定められた。フレー7一瞬高音部から都町長が聞こえる印象的なエピソードを繰り返し、弱音ペダルを外して計画に移行する。フレー8の第二主題はまず二町長で訂正に出され、 セ部ブを行き来しながら歌われる。フレー8第2主題が細かな音符の流れとともに発展してクライマックスを形成すると落ち着きを取り戻して展開部へ入る。主に第1主題を扱う展開部の規模は大きなものではなくその終わりに置かれた32部音符の音景に溶け込ませるように第1主題と続くエピソードが再現される。第2主題は ええ、蝶々で再現され、盛り上がりが静まって、コーダとなる。第二主題から始まるコーダは、次第に高まって、競争に至るが、第一主題が落ち着いた表情で、これにとって変わり、最後は、安らぎの中に長大な楽勝を結んでいる。幻想曲風の助走が置かれる。マニ、ラルゴの楽章を挟みつつ、ウンポコピュービバーチェの音階的な部分。 アレグロの活発な動きが現れて助走部を形成する。最後は、プレスティッシモとなり、アレグロリゾルートの主部へ移行する。フレー9号小説の導入から決然とフーガの主題が提示される。開始部分には、幾分自由な三世のフーガとの書き込みが見られる。重度の跳躍に始まる。フレー10は、フーガの主題としては、比較的規模の大きなものである。 自由ながらも風画に用いられる、あらゆる技法を駆使して書かれており、非常にアカデミックな趣向を呈している。フレー10まず、ソプラノで、調整的応答が行われ、続いて、バスに主題が出されて賛成となる。感想部を経た後、変に蝶々で主題が出されて2つ目の風画が展開される。変と蝶々に移ると、フレー11の軽やかなエピソードが現れる。 フレー11フレー11が展開されていくが、その中途に、フレー12に示されるフルガ主題の拡大型が姿を表す。一泊ごとに、スフォルサンドが付され、重々しく強調されると、フレー12の冒頭部分の範囲いきなりも顔を覗かせるが、間もなく、フレー11による、軽やかな推移に戻っていく。フレ12時に出されるフレ13は、フレ10の逆光型で、 フレー10を前後逆にした形となっている。これに対する応答がソプラノ、バスに順次出されて3つ目の風画を形成する。展開が進められていく過程では、さらにフレー13の一部を範域きなりにしたものが元の音恵と組み合わされる。フレー13一度バスにフレー10が出された後、ソプラノに主題の半行が出される。これに対する応答が テノール、バスで行われ、主題の冒頭部分の重度、跳躍とトリルの組み合わせが、原型及びその半行の間でせわしなく切り替わり、緊張が、頂点に達したところで一小節の全球詞が、挿入される。フレー14全球詞の静寂を破る。フレー15は二丁調で穏やかな表情を持つ新しい、素材である。この主題もやはり三世でそうされ、つかの間の落ち着きを生み出す。 フレー15フレー10の短縮型が回帰するが、これはフレー15と組み合わされることによって二重フ画を形作る。フレー15がオルガンのように低音部で鳴り響くと、主題の原型と範囲きなりが一拍ずらして奏される、ストレッタとなる。その後、しばらく主題に基づく展開が進められていき、頂点でテノールに応答系の主題が再現される。 バスにも出されるフレージュは、ソプラノに反域なりを伴い、次々と応答が行われていくと低音部のトリルの上に広い音域のアルペッジョが出されて、収集をつける。コーダとなり、引き続き鳴り続ける低音でのトリルの上に、学章中の多数の素材が改装された後、ーコアダージョとなる。元のテンポへ戻ると、最後の頂点を築き、 和音の強打によって全曲に幕を下ろす。コードで膨大な内容を有し、ピアノの持つ表現能力を極限まで追求している。演奏効果も高いため、国際ピアノコンクールの予選ですら、全楽章を持ってくるピアニストもいる。その技術的要求が、当時のピアニストですら、あまりに高すぎたため、出版当時の常識では、演奏不可能であった。しかし、 ベートーベン自身は50年経てば人も弾くと一切の妥協をしなかった。現実には作曲後二十数年でクララ・シューマンやフランツ・リストがレパートリー化して各地で演奏した。また、ブラームスは自身のピアノ・ソネタ派長長の中で第一楽章同士に告示した開始をさせている。この曲を弟子のフェルディナントリースが出版するとき、 ベートーベンから一通の手紙が届く。受け取ったその手紙には、第三楽章アダージョの最初に、エーシスの二つの音符を加えるようにとの指示があった。リースは回想している。正直に言って、先生は頭がどうかしたのではないかと疑った。これほどまでに徹底的に考え抜かれ、半年も前に完成している対策に、たった二つの音符を送ってくるとは、しかし、 この音符がどれほどの効果をもたらすかを知ったとき、私はさらに増して驚嘆した。フェリックス・ワインダルトナーは、1926年に、還元落葉の編曲を行って録音も残している。グレン・グールドは、インタビューの中で、鏡に映すと右手と左手が、そっくり一緒になるパッセージが第四楽章にあり、確実に意図的だという指摘を示した。なお、 スビアトスラフ・リヒテルの公演で演奏されたハンマークラビアをもとに作曲されたピアノ作品にマイケル・フィニスイのハンマークラビアがある。この曲の成立には当時ベートーベン所有の2つのピアノが大きく関係している。すなわち F1、F4 の音域を持つシュトライヒャーと C1、C4 の音域を持つブロードウッドのピアノの音域が 学章によってそのまま反映されている点が特徴的で、具体的には第一楽、第1学章第3学章はシュトライハーで作曲され、第4学章はブロードウッドで作曲されている。言い方を変えれば、作曲当時のベートーベンの演奏環境では、第1学章第3学章はシュトライハーでなければコ音ミキが演奏できないし、第4学章はブロードウッドでしか低音が演奏できない。 状態であった。しかも、第4楽章114から115小節目には、実際に楽譜には書かれてはいないが、ブロードウッド最低音の C1 よりもさらに低い B に、押しさしている箇所さえある。事実、第3楽章を作曲中の時期にブロードウッドを手に入れた経緯があったとはいえ、なぜこのような形で完成となったのか詳しい理由は、不明であるが、 ベートーベンの時代はピアノを含め様々な楽器の改良、発展が盛んであったため、全楽章を一台で弾くことのできるピアノの登場は、そう遠くなく実現するだろうと予測してのことであるとの見方が一般的である。加えて、作曲当時は、ベートーベン本人以外にこの曲を弾ける人間がおらず、上記のように50年経てば人も弾く。 と語っていたことから考えても、あまり作曲当時の演奏環境にこだわらなかったものとも考えられる。このそなたは押し詰められた状況下で書かれました。なぜならほとんどパンのために書くのは辛いことだからですと、本人の証言が残っており、時間がなかったことが一因と見られている。また、第三楽章に関して、シュトライハーではなく、 ブロードウッドのために書かれたという文献を目にすることがあるが第三楽章にはブロードウッドでは演奏不可能な高音のシス4が存在することと高音域に関してはベートーベンは演奏不可能な音符をピアノ独奏曲の場合書かないためブロードウッドのために書かれたという説はそのままでは信用しがたいただし先にも記したようにベートーベンは 第三楽章の作曲の途中時期に低音を C1 まで演奏できるブロードウッドを入手しており、その影響かどうかはわからないが63小節目には、ストライハーでは演奏が不可能な低音の D1 が大抵の版に存在していることも混乱を助長している。もっとも、この D1 は初版にはなく、該当箇所には D2 の元に8と読める文字があることから、 数例として1オクターブ下の D1 を追加しているものと考えられるが、ベートーベンにしては珍しい指定方法である。またウナコルダペダルの細かな使用指定が第三楽章では顕著に見られる。なお、第一番からこの曲の第三楽章までのベートーベンのピアノソナタには、作曲当時のピアノでは演奏不可能であった低音あるいは高音を、 高低者によって所々補強されていることがあり、ピーターズ版などはその傾向が顕著であるが、近年の原点版は、ベートーベンの意思を尊重してすべてカットされている。実際の演奏に即して、これらの補強低音を弾くかどうかは、シューベルトの場合と同様、演奏者の判断に委ねられる。また、この曲の第4楽章以降に作曲された、ベートーベンのピアノ曲は、 基本的に、ブロードウッドを想定して書かれている。ありがとうございます。